グエンソン・グエンソンは、ベトナム民主共和国及び、中華人民共和国の軍人。ベトナム人民軍と、中国人民解放軍の少将。本名は V、WinBC。候補軍艦学校時代は、李秀次、中国共産党での活動時は、洪水と名乗った。ベトナム人民軍の幹部育成のために、急日本軍将兵を将兵して、ベトナム最初の士官学校。 クワンガイ陸軍中学を創設したことでも知られる。河内鹿林県出身。部位家は中国福建省を出自とする。ボーグエンバックは裕福な家庭に育ち、将来を約束されていたが、16歳の時、ホーチミンの呼びかけに応じて、広州に移り、ベトナム青年革命同士会に参加した。この時、李秀次に改名した。1926年春。 李秀次は、候補軍艦学校に入校し、候補第四期中の優等生となった。法治民は、甲州を離れる前、李秀次に、候補軍艦学校に泊まり、中国共産党と共に、革命闘争に参加するように指示した。1927年初め、紹介席をはじめとする国民党右派が、 上海で4.12単革命政変を発動し、共産党員の弾圧とソ連人の追放を行い、白色テロを展開すると、李秀次は国民党を脱党し、同年8月、中国共産党に入党した。1927年12月、李秀次は公衆起義に参加した。起義の失敗後は、香港、台東を転々とし、革命闘争を継続した。 1929年1月、中国に再入国し、中国高能工軍47弾連指導員に任命され、関東省、上がり遊撃区で遊撃戦を行った。この時、止まることなく、ひたすら前進する意を込めて、李秀次から洪水に改名した。1931年、洪水は23歳で、連指導員から、くれない102段政治委員。 くれない十二軍第三十四市政治部主任を歴任した。1934年、随勤で招集された中華ソビエト共和国第二次全国代表大会において、洪水は朝鮮人の筆指定とともに外国人でただ2名の中央執行委員会委員に選出されたが、外国籍であった洪水は20元の高能銀票を紛失したことを口実に、 党内の受け機会主義分子から攻撃され、党から除籍されて、党必ず部が校長を務める、党校の教育を受けることとなった。1935年始め、調整途中の準備会議後、洪水は投石を回復した。洪水は調整に参加した、唯一のベトナム人でもあった。中央港軍と暮ない四方面軍の会合後、洪水は、 クレナイオン方面軍葬式の彫刻刀から国際スパイ呼ばわりされ、再び刀から除籍された。この時、殺害される危険もあったが、首都総司令と劉白証言水に保護され、難を逃れた。1936年6月初め、戦闘中に撃破され、敵の包囲網を突破した洪水は延安にたどり着いた。この後、毛沢東と、 当中央は、洪水が冤罪だったことを認めて、当石を回復、彼を皇軍大学第一期の学習に送った。洪水は教育終了後、八祖寺軍政事部に配属され、当昌平党と共に働き、皇敵法を創刊した。1938年、洪水は、延殖山の残限にあって三旅等を除石され、進むさつき軍政幹部学校の教員に左遷されたが、 年末には投石を回復した。第二次世界大戦終結後の1945年末、洪水は、ホーチミンの求めに応じ、祖国ベトナムに帰国した。この時から、グエンソンの名前を使い始めた。正規の軍事教育と、豊富な軍歴を有するグエンソンは重石を担い、ベトナム南方公選委員会主席兼南中部、公選委員会主席。 不安外陸軍中学校長、ベトナム第4連区党委員会副書記、司令院兼政治委員の要職を歴任した。1947年1月30日、国防部軍訓局長に任命。同年7月10日、第4戦挙区長に任命。第1次インドシナ戦争時、グエンソンは、軍事的才能を発揮し、巡化、平時会等の戦役で勝利を収め。 根拠地の確立、部隊の発展に努めた。グエンソンが指揮する部隊が守る進化党の地は、ベトナム中部の解放区となり、フランス軍はあえてこの地に侵入しようとはしなかった。石井拓夫少佐が、軍政顧問として補佐している。グエンソンは、文筆家でもあり、芸術方面にも、関心を有し、彼のいる第四区は、一種の、文化根拠地ともなった。 1948年1月1日付で、ホーチミンは、グエンソンに、ベトナム人民軍少将の階級を授与した。グエンソンは、中国共産党での経歴を有していたことから、反中感情の強い、ベトナム人の不満を引き起こし、1950年、ホーチミンは、やむを得ず、彼を中国に送り返した。中国に戻った後、洪水は、中共中央党選部。 中共中央連絡部に勤務した。その後、中国人民解放軍南京軍事学院で学び、優秀な成績で卒業した後、中国人民解放軍訓練総幹部に勤務した。条例局副局長と戦闘訓練雑誌社社長の職責において、洪水は中国軍の現代化、正規化に貢献した。1955年9月27日、 中国政府は中南海海人堂において彼に中国人民解放軍少将の階級一等八十一勲章一等独立勲章一等解放勲章を授与した。1956年はじめ洪水は末期の肺がんと診断された。中国政府は彼の治療に最大限の努力を払い専門家をソ連に送った。 自身の病状を知った洪水は、中共中央とベトナム中央に祖国への帰国を要請した。1956年9月27日、毛沢東、周恩来、妖県営、法徳会等等国家指導者が全国政教来堂で彼の帰国を見送った。駅では、妖県営と200人以上の中国の召喚が彼の送別のために集まった。 1956年10月21日、故郷のハノイで死去。ベトナム政府は彼を国葬で弔った。毛沢東は彼の死に際し、洪水同士は数十年中国人民の解放事業に滅死暴行し、中国人民は永遠にあなたに感謝すると述べた。生涯で三度結婚し、八死を有し、そのうち長男と次男は、 二番目の妻により養育された。二番目の妻、人権家は中国人で革命分子だった。彼女は一人で二人の子供を育てながら、夫が前線から帰ってくるの待っていたが、妻子がアン,ンで爆撃により死亡したと知らされていた。グエンソンは新たな家庭を築いていた。3番目の妻、はじひさしはベトナム人で諸高門帝の出身。 グエンソンの死去時、中国政府は遺族に3万元の手当を支給したが、彼女は全額をベトナム政府に寄付した。中国の一党81勲章、一党独立勲章、一党解放勲章を受章。 http コロンスラッシュスラッシュ vbpl.vn スラッシュ tw スラッシュ pages スラッシュ vbpq ダッシュ t o n v n a s p x アイテムドイコール497キーワードイコール1イ e 1 bb 85 n 20 s%c6%ahnhathttp://vbpl.vn/.tw/.pages/.vbpq/.toanvan.aspx。アイテムットイコール 444&、キーワードイコールワニー,ー %e1%、bb%85n%20、s%c6%ahnhatS。 c l n h s 1 1 2、NG、1 2 2 0 t h n g 1ル m 1 9 4 8ありがとうございます。